しもし、はい、僕ですが。チャック、一日中あなたを待ってた人がいるのよ、一日中。チャック、待ちぼうけした人がいるのよ。それについてどう言い訳するつもり？え？そうよ、あなたが来ないから気持ちを傷つけられた人がいるのよ。ずいぶんよね、チャック。あなたなんか自分の悲しみでめちゃめちゃになればいいわ。復讐してやるわ、チャック。私のためじゃないのよ。私の言う意味がわかる？考えてみてよ。友達でいたいんでしょ？あなたは裏切ったのに、私は許そうとしているのよ。あなたがテリアで恥ずかしくって会いに来られなかったのは認めてあげるわ。わかってるの？ねえチャック、自分で解決してよ。あなた次第よ。でも自分の態度をはっきりさせたくないのはわかるわ。かわいそうな軟弱なチャック。何がなんだか全然わからない。